あれです、今回ですけども、今回のね18人のプロの動画は、僕20歳になりました。はい、ということでお誕生日おめでとうございます自分ということで、友達とね、迎えたかったです。でも YouTube を回したかったので、今日は YouTube ですということで、また今度、友達と、お酒はね、飲みたいと思いますということで、今回はね、この18人のプロの動画で初お酒を楽しみたいと思います。はい、ということでね、お酒ね、俺ねぶっちゃけ言うと好きじゃないんですよ。いや、まあお前飲んだことあんかいって思われると思うんだけど、まあね、もうこれ事故ですよ、事故です。うん、めちゃくちゃちっちゃい頃に、うん、親からちょっとなんか舐めるぐらい、うん、ちょっと飲んでみみたいな感じで、なんかそういう風になって、ちょっとふうみたいな感じで飲んで吐きました。そんぐらい嫌いです。はい、みんなもね多分あるでしょ、そういう経験、親からちょっと飲んでみて、飲んでみみたいな。そして君たち、僕の視聴者の中でも二十歳になってないで、もう堂々と居酒屋に行ってお酒を飲んでる人たちばっかりだと思います。はい、もうね絶対そうなんですよね。僕はそういうことはしてこないです、してきませんでした。うん、まあ友達とご飯行ったとしても、周りはお酒飲んでるけど、いや俺飲まないよっつって、なんでかというと、YouTube が大事だから。そんなんで、警察方とかになりたくないからですということで、まあ本当にそうなんですよ、もう YouTube 大事って思って、うん、もう初お酒は YouTube、うん、残したかった。うん、まあどうせね、まあ近々また実家帰るんで、またそこで家族と初お酒はすると思うんですけど、もうねごめん家族、ごめん、俺は YouTube で初お酒やるで。うん、そんぐらい俺 YouTube 好きやから、うん、ごめんなさい。ということで、今回何買ってきたかっていうと、ちょっとね、まあ、撮影をねしてきたんですけど、ちょっと雨降っててね、ちょっと髪も濡れてるんだけど、ごめんね。こちらバン、いや、ほろ酔い、お前ほろ酔いかよってね思うと思います。すいません、ほろ酔いです。なんでかというと、これから撮影やるから、うん、いきなり、しかも俺怖いよね、ちょっと多分ね、やべ、なんか変なさ、フード、多分ね俺ね、お酒弱いと思うんですよ、うん、マジで。だからまあ強かったとしても、最初はあんまり強いの行きたくなくて、まあ、ほろ酔いならなんか周りの人たちも、いや、ほろ酔いはお前それジュース感覚で飲んでも平気だぞみたいな感じで言ってたんで、うん、まあそれを信じて初お酒はほろ酔いにします。で、僕の、大好きな桃ですね。はい、いやー、こっから撮影できるかな、これ飲んで平気かな。こっからさ、今日俺さ結構撮影あるんだけど、うん、飲んでも平気かな、大丈夫かな。まあやるか、飲もうか。じゃあ初お酒行きたいと思います。はい、というね、じゃあ初お酒飲みます。もう本当にこの動画はただ単に初お酒を飲むだけです。はい、初お酒飲んで感想言って、みんなにもね見てもらいたいから、俺の初お酒を、うん、じゃあ行きます、乾杯。うわー、いやー、よくやってますよ、僕の友達とかも。こうやってお酒カチャ買って、うん、僕はね、その中でファンタをカチャってねやってました。はい、こちら乾杯ということで、いや、匂いはさ普通の桃なんだけど、なんか桃のジュースっていう感じ。え、これ本当にお酒、なんかお酒ってアルコール臭いじゃん、わかる。でもこれ全然違う。じゃあちょっと初お酒いきます。3、2、1、いただきます。なんかね、美味しくはない。美味しくないな。なんか、なんて言うんだろう。あのね、桃なんだけど、なんか若干アルコール入ってる感じはする。うん、完璧な桃じゃない。うん、僕ね、桃好きだから桃のジュースとかいっぱい飲んだことあるんだけど、それはもう 100% 桃なんですよ。でもこれはね、桃がちょっと薄くなってる感じがする。アルコールで。あんま美味しいとは思えないな。あー、ちょっとな、ほろ酔いでよかったね。これいきなりね、アルコール言ってたら、もうアルコールちょっとなんていうの、生ビールとか言ってたらさ、ちょっと俺ダメだったね。いやー、でもまあ別にこれは飲めなくはないね。あー、でもね、まあうまいね。なんかそれ以外にグレープとか白いサワー、
月かな、うん、まあでも他にもいろんな味あると思うんだけど、僕はローソンで買ったんで、その桃かグレープか白いサワーがあったんだけど、まあ桃行こうかなと思って、買ってみたんですけど、なんとも言えんな。でもこれが大人の味っていうやつなんだろうな多分。で生ビールまで行くと、もう本当にお酒の経験高い人はもうガンガン行けちゃうんだろうね、うん、すごいよね。あでもなんか抵抗あるわ。なんか全然桃で何もね、なんか別にまずいとかまではいかないし、なんかアルコールこれ入ってんのかなぐらいなんだけど、でも怖い、なんかガーっていけない、まだ抵抗あるわちょっとお酒に、うん、怖いな。なんかこの後動画撮る撮影、この後さ撮影でさ動画撮んだけど、そこでなんかさ俺失言とかしないかな、アルコール入ったからって言って大丈夫かな、編集とかね、編集の時とかに俺こんなこと言ってたみたいななりそうだな。うん、あまあこんな感じかな。うん、まああとでねちょっとご飯も買ってきてるんで、それとじっくり僕は飲みたいと思います。いやーでもね、生ビールとかはもう多分家族と一緒に飲むと思います。もう本当にその日の、YouTube やることが全部終わったら、飲みたいと思います。だから家族と飲むかな。いやー怖いなー、ちょっと生ビールはいけんのかな俺。なんかね今さホロ酔い飲んだんだけど、若干なんかね視界がねほてってるんですよね、めちゃくちゃ。これだけでなんかトローンってしてきた。うわーこれが酔ってる感覚なんだろうね。いやー酔ってる感覚とかさ、友達がさ酔った酔ったとか言うんだけど、酔ったって何なのみたいな。車酔いとかの感じではないじゃん絶対、酔ってるっていう同じだとしてもさ、で酔ったって何なんみたいな、どういうことなんみたいな。酔ったと酔ってさ、なんか変な行動とかさ、変な言葉とかさ、そういう判断力鈍るとかあんじゃん。本当にそれありえんのかなと思ってて、ずっとそれが疑問だったんだよね。酔ってそんな判断力鈍るかみたいな思ったんですけど、なんか若干分かってきた気がしますね。まあ一応ね確認で、ちゃんとね誕生日ですよ、ちゃんとね、3月の29日の0時27分ということで、はい、僕は誕生日3月29日なんでね、はい、まあ0時05分ぐらいに買いに来ましたね、ローソンに。まあそんな感じで、僕の初ビールでしたということで、まあ、皆さんね、皆さんがね何歳なのかはね、まあわからないですけども、まあビールに関してね、なんかアドバイスとかあればぜひください。まあそしてね、これから動画上でビールを飲む、なんていうんだろうな、動画もね、動画の中でビールを飲むっていうのも入ってくると思うんでね、まあ、そういうのもぜひね、まあなんかビールとね、やっぱ普通の飲み物だったらね、多分見方も変わってくるし、楽しみ方も変わってくると思うんで、まあそんな感じでこれからね、僕の動画の中にビールというね、最強の武器が入りましたということで、これからの動画お楽しみにしてくださいということで、じゃあ、そんな感じでね、僕はこれから夜ご飯を食って撮影をねやっていこうと思うんで、酔ってね、失言がないように頑張りたいと思いますということで、じゃあ、ね、僕の誕生日、でしたということで、じゃあね今日のね21時の動画、2本目も上がるんでぜひそちらもご視聴お願いしますということで、じゃあ、このね動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。